ジェイソン・アキュナ、ジェイソン・アキュナ、または、ウィーマンは、アメリカ合衆国の俳優、テレビ司会者。MTV のテレビ番組、ジャッカスのメンバーの一人であり、ネソンのスケートボード番組、54,321の司会も務めている。アキュナは、小人症の一つである軟骨無形性症を患って、おり、身長は123センチメートルだが、プロのスケートボーダーでもある。 イタリアのピサに生まれ、カリフォルニア州のトーランスに育ち、ノースハイスクールに通った。スケートボード雑誌、ビッグブラザーの高読マネージャーだった彼は、その雑誌に携わったことで、2001年、ジャッカスに出演することとなった。ジャッカスでは、ウンパルンパとして、スケートをしたり、王様の格好をしたり、ジョニー・ノックスビルが赤い絨毯の敷かれた手すりを滑って、 来たりというイベントを経験してきた。また、一般人の膝ほどに体を曲げてから、シャキール・オニールの後ろで待ち、プレストンレーシーがバッグを運んでほしいと頼んだところで、秋名が飛び出したためにプレストンレーシーが追いかけるという内容のものもあった、ジャッカス第1シーズン第2回目で、サンタクロースの格好をしたジョニー・ノックスビルに対し、トナカイの格好をするという形で、初登場した。 2007年、リアリティ番組 EN アームドフェーマスに出演し、同年7月、MTV のスカードライブでも司会を務めた。NBC のセレブリティサーカスの第1シーズンに出演し、第4週目で満点を獲得したが、第6週目では3位に終わった。ありがとうございます。